桑野信介53歳、未だ独身生活を謳歌中。はあ、一人しゃぶしゃぶ。50過ぎてもまだ一人。そんな男に新たな出会いが。独身なんですか。まあ結婚しようと思ったことないんですか。今度こそ人生のパートナーを見つけることはできるのか。未来なんて誰にも分かりません。不安はあるけど希望もある。50年ぐらい一人で大丈夫だな。婚活アプリ。試しに桑野さんの名前とデータで登録したんです。ヨガのインストラクターをしています。会うんですか、その女性と。会いませんよ。あの人、他人には興味ないふりしながら本当は違うんじゃないでしょうか。桑野さんに興味あるんですか。いい人じゃないですか。そんなあなたが好きなの。ないな。何してんすか。邪気が払えるんだって。あなた、あのホテルに何しに行きました。桑野さん。まだ結婚できない男、火曜夜9時。黙秘します。